鳥貝は二枚ガイツなマルスダレ貝木猿貝科に属する二枚貝。名の由来は、食用とする足が鳥のくちばしのような形状をしていることから、また食味が鳥肉に似ているからとも言う。北海道を除く日本、朝鮮半島、中国沿岸に分布する。水深数メートルから数十メートルの内湾の出地に生息し、日本では東京湾、三河湾、 伊勢湾、瀬戸内海等が主な漁場である。道の区湾が北限とされてきたが、2005年には、函館市の七重浜に大量に打ち上げられているのが、発見され、流れ着いたものか、函館湾で育ったものか話題を呼んだ。私有動態で、春と秋の二階産卵期がある。多くは、寿命が約一年でプランクトンを餌として、拡張7から9センチメートルほどとなるが、 二から三年生き残るものもあり、十センチメートル以上に成長する。膨らんだ気化色の貝の表面には放射状に40本ほどの溝があり、短い唐揚げに覆われている。足は長く、普段は貝殻の中に折りたたまれているが、人手などに襲われそうになるとこの足でジャンプして逃げることもあるという。時として大発生を起こしたり、 逆に大量を死滅したりするため法境の差が激しいが、総じて高級食材として高価で取引される。足、別名をグロとも言われる部分を食用とする。開いてに等辺三角形状にしたものを湯通しし、寿司種、刺身、酢の物、酢味噌あえなどにする。貝としては噛み切りやすい適度な歯触りと、ほのかな甘みがあり微味。 市場では一般に湯同士までの下ごしらえをしたものがパックされて流通している。厚みがあり、色の黒いものが良品として高値がつく。旬は太平洋側では春先、日本海側では夏となる。冷凍してもあまり食味が変わらないので、ほぼ通年出回る。漁の盛んな地域では紐も食べられ、店頭に並ぶこともある。千葉県では、 小ぶりのものの殻を開かずに、丸ごと醤油と砂糖で煮付け、後から殻と肝を取り除いて、佃煮にする。変わったところでは炙ったり、塩コショウで、ソテー、バター焼きといった食べ方もある。寿司ネタとしては、冷凍されたものが、韓国、中国から大量に輸入されており、回転寿司のレーンに乗る。構成成分は、多い順に、水分78.6%。 タンパク質12.9%、炭水化物6.9%、海分1.3%、脂質0.3%で、高タンパク低脂肪のヘルシー食材である。ビタミン B1 が 0.16mg と他の海類よりは、やや多く含まれているほか、カルシウム、鉄分、カリウム、亜鉛も豊富である。肝機能の強化、動脈硬化の予防に効果があるとも言われる。 京都府では全国に先駆け、鳥貝の養殖に取り組んできた。舞鶴湾や若狭湾はもともと鳥貝の工業場であったが、京都府立海洋センターが、稚貝を人工孵化させ、アンスラサイトという提出を敷いたコンテナにある程度、育った稚貝を入れて海中に吊り下げるという方法を開発した。こうして、天敵のタコやヒトデから守られて育てられた鳥貝は、 天然物より大きく育ち、安定した供給が可能となった。京都で育成された養殖鳥貝は、単語鳥貝という地域ブランド名を与えられ、高級食材として出荷されている。藤原2011京都府、崎山2017ありがとうございます。